皆さんこんにちは、ペツでございます。シティーズスカイラインですね。続きやってまいりましょう。さあ、小町タウンをね、発展させるべくね、毎日頑張ってるわけなんですけど、ちょっとね、前に言ってたね、ここちょっと道の拡張を狙ってやっていこうかなというところで、今回はね、こっから、こっか。で、ここまでとりあえず引いちゃおう。で、こっちが当たるから、まず、削って、こいつとつなげると、あまりね考えてなかったのがね、鉄道と工作するんで、そこやな問題は。当たっちゃうから、ここだけずらすと、消防署ね。
大丈夫かな。豆に立ててるし。うん。今度は警察署。で、病院の移転。いや、あ、ちょっと待って、そうか。これは、この位置はまずい。ここやな。
でもランプ作りたいな。やっぱちょうどいいっちゃちょうどいいか。
あ、間違えた。これですね。こっちだ。水道管がまだ調整してない感じで、あ、そうか、つなぎ目がなくなったか。オッケーオッケー、危ない危ない。途切れてしまったんや。
スがちょっと来るっていうのは、この公園のこれを消しておきましょう。お、ああ、水か。忘れてた。
まあまあこんなもんやね。はい、ああ、すっかり緩いになっちゃった。では今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。まあまあまだまだね、再開発っていうかね、区画整理は続くかなと思いますんでね、もうちょっとお付き合いいただければと思います。それではさよなら。